フェルナンド・アルミンドル・ゴメンデスは、パラグアイの政治家。2008年より、同国大統領を務めたが、口実の通り2012年6月に罷免された。変革のための愛国同盟に所属し、同党のリーダーである、中道左派。パラグアイのサンペドロ・デ・パラナ県のサンソラーノ生まれ。1970年代後半から1980年代前半にかけて、 エクアドルの貧民街で、選挙活動を行い、解放の進学に共感を抱いていった。モトサンペドロ教区の司教を、2008年8月15日に、ニカノルドアルテの後を引き継ぎ大統領となった。これにより、半世紀以上続いた、コロラド東右派政権に代わり、パラグアイに、左派政権が成立することになった。2009年4月、ルゴが司教時代に、 複数の女性と関係を持ち、子供もいたことが判明したことから国内外で大きな議論を巻き起こした。2012年6月15日、他人の土地を不法占拠する農民と、これを立ち退かせようとする警官隊が衝突し17人が死亡する事件が起き、治安悪化の責任を問われ6月22日に上院にて弾劾裁判が行われ、大統領を罷免された。 ルゴーはこれをクーデターであるとして非難した。これにより副大統領のフェデリコ・フランコが大統領に昇格した。ありがとうございます。